蓮池翔平でございます。私は当選以来本当に大変な思いをされている方、苦しんでいる方、困っている方、そういうお一人お一人の声を聞いて、そしてその方に寄り添って仕事をさせていただきました。発達障害のある子どもたちを持つお母さんたちから静岡まで相談行くのにお金も時間もかかって、予約を取るのも2ヶ月3ヶ月待たないといけないんだ、こんなお話を聞いて、この検討部に支援センター相談窓口をなんとか設置をしたい、こう活動してまいりました。2020年の4月にようやく上越市発達障害支援センターアスタという施設を開設することができましたし、生まれながらにしてずっと人工呼吸や胆の吸引が必要な子どもたちを見るお母さんたちから24時間365日ずっと一緒で、でも学校に行くようになったら少し親の手が離れないだろうか、こんなお話を聞いて、この4月から学校の看護師さんや訪問看護師さんの応援をいただいて、通学や在学の支援がスタートいたします。2年前にはこの近くの黄瀬川の大橋も崩落をいたしました。3月4日に斉藤国土交通大臣に沼津に来ていただきました。そこであの仮設のこの黄瀬川の橋や鉄道高架事業や、また沼川の新放水路、国一の大渋滞をするこの道路の渋滞解消のための新しいバイパスの整備についてもお願いをいたしました。こういった国との連携で沼津をもっともっと元気にしていく、どうか蓮池翔平に引き続き皆さんのために仕事をさせていただく、この役割を担わせていただきたい。何卒よろしくお願い申し上げます。